一人麻雀をやってます。皆さんファイトクラブはやってますか？まあアーケードで何より有名なファイトクラブで、ネットで以前検索するとファイトクラブ豪華絢爛と、まあ MJ10 法のノリで、まあ、検索すると出るんですが、まあ麻雀と一緒で無料っていうよりはプレイ料金がかかると。一番の違い、テンフォー MJ と違うのはプレイ料金がかかる。ちょっと久しぶりに灰触ったんで、なんか変な感じです。おお。MJ、テンフォーは基本0円でもできます。制限はいろいろあるにしても、まあなんかあくまで料金は何かしたいときに発生すると。課金するという流れなんですが、プレイ自体に料金がかかるのがマルジャンとかファイトクラブで、さっきっていうかこの前ですね、いくらかかるんだろうと、まあ、軽く検索してみると、ライフ5000、まあ、ファイトクラブアーケードやったことある人、ライフ5000、これが100円、ライフ買い取りが200円と、1対局に100円から200円かかる。ちょっとハードル高いなと。そのメリットは何なんだろうとずっと思ってます。今でも思ってます。ファイトクラブをやれる、その料金が発生してまでやるメリットは、まあ、ゲームセンターアーケードでハマってる、まあ、そういう人はともかく、なんで無料でできるんだったらテンフォーとか MJ の方はいいやと、なんでこうなんないのかなとずっと疑問に思ってます。今も、もし見てる人でファイトクラブ普通にやってるよと、ファイトクラブなりの面白さがある、それは分かります。テンフォーなりの面白さ、 MJ なりの面白さ、ただ料金がかかってもファイトクラブをそこで選択する 何かがあるから、おそらくやるわけであって、まあなんでだろうと思っています。まあ、E ピンにくっつきゃ、相図払って、本いつと。なんか重なってきたが、これは E ピンにくっつきの本いつの渡りを持ってた方がお得です。シートいつよりは。ライフ5000っていうのは、まあ、展望と他にライフ5000があって、5000、流局や直取りで取られると、展望が残っていてもライフがゼロになってそこで終了、まあ、そういうルールなんですが、なので52なんか直食らうと一気に100円入れて52直食らうと一発で終わります。26食らった後に3000-6000積もられると26の地下でライフ減る、3000-6000で減る、終わります。展望が残っていても、たとえその時の 点数が8万点でも。なのでかなりこう流局で取られる直取り、積も上がり、まあ、ライフがあるんで、まあ、より局が早く終わってもう100円もう100円とどんどんお金必要なルールなんですが、まあ、私もゲームセンターでは最近はないですが、一昔前まで、まあ MJ かファイトクラブ結構売ってました。まあ売ってたといっても、カードを作って、セーブデータを作って、前回の記録から継続とか、そんな本気じゃなくて、ただ行って、気分で100円売ってみる、200円売ってみる、300円売ってみる、そういうレベルですが、まあ売ったことはあります。ただ少し昔の話なんで、ファイトクラブ4とかファイトクラブ5とか、おそらく、レベルアップしていると思うんで、今のファイトクラブは分かんないです。アーケードのですね。で、ライフ5000だと100円。5000、52食らうとライフ0、また100円。2000、4000で2000減った。ハネマン積もられて3000、6000、3000減った。はい、また100円。それプラス展望なので、で、トップ取れないと、まだライフが残っていても、トップ取れないと終わり。あんまりこう魅力的に私は思えてない、ずっと昔から今現在も。
なので MJ と10-4をやってますが、ファイトクラブとそこには入んないです。まあ、ロンロンは、あ、ごめんなさい、マルジャンはちょっとやってたりしますけど、まあ今は MJ と10-4がメインになってますが、マルジャンも遊びで触ります。ただ私は全く知らないで喋っているので、ファイトクラブ普通に MJ10-4 感覚で毎日言っている人からすると、何も分かってない人が間違った情報で、まあ勘違いしてんだなと思われます。もしファイトクラブ詳しい人いたら、いやいやいや、実はログインチケットっていうのがあって無料で打てるんですよと、イベント大会プロと戦いたい時だけは料金発生するんですよとか、まあやってみたらいろいろ少しお得感のあるルールは多少あると思います。実際灰の上に置くってあんましないんでこうですね。ただこれをするとちょっと横に長くなるので、一灰分横に長くなるので、結構撮影上上に乗せる、これは使います。ファイトクラブのネットゲームはやったことありますか？ゲームセンターは結構やったことあるという人は多いと私は勝手に思ってます。ちょっとあんこで積もり数あんこ、あ、積もり3あんこリーチでもかけたいなと。あ、これ難しい。ちょっとやっぱ積もり3あんこリーチの方がなんだかんだで一番夢があるんで、ヤンカンには取らないです。まあ、マルジャンに関してはちょっとポイントが私は持ってるんで、5000ぐらいは持ってるんで、まあ、たまに打って、おリーチ、ローキューピン、ただリーのみになっちゃいました。まあちょっと。一人麻雀でリーチかけると、あとは作業なんでパスパスと進みますけど、なんかファイトクラブを自分で調べようと、いつも7等3 4 4 2 2 42、 あ、32いつもなんで20歩スタート、32歩です。一の位ついたら切り上げる。結構ファイトクラブのホームページややこしくて、なんかいろいろこうアミューズメントパークの中の一つにファイトクラブあるみたいな感じで、ちょっとやってない人からするとすごい分かりづらい。10-4とか MJ とか、こう一つじゃなくて何かの中のファイトクラブみたいな。こう10-4はディズニーランド、 MJ は USJ、ファイトクラブはなんかスプラッシュマウンテンみたいな。え、スプラッシュマウンテンはどこ、日本のどこにあるんですかみたいな。いやいや、ディズニーランドの中にある一つの施設ですみたいなややこしい気がホームページをいろいろ見てるとしてます。差し5、ちょっと灰を並べてみよう。ファイトクラブの、まあ、一番のメリットは、メリットというか、連盟のプロがゲーセン、アーケードで売ってるとよく入ってきて、よろしくお願いしますなんて声が流れるので、連盟のプロと打ちたい、こういう人は MJ とか10-4ではかなわない。MJ とか10-4ではできないことがファイトクラブではできるので、やる理由としてはまあ納得だなと。このプロと打ちたい。まああとは絶対やってればセーブデータを取って、カードを取ってデータを毎回記録してやってる人は単純に自分の記録の積み重ねなんで、他1から新規から始めるよりは
一応記録が残ってるとなんかいいことありそうなんで、まあまあ他やるよりはファイトクラブやるという発想にはなると思います。結構ホームページ本当に見てみると分かりづらいです。チートイツになっちゃいましたが、まあチーマン引けばメンツテ、なんか重なればチートイツ、暗号ぐらいになるとメンツテかな、タンヤオかなと。あ、こうなるとちょっと私はタンヤオチートイツへ行こう。場所が毎回なんですが、場所がちょっと狭くて結構撮影に苦労するので、牌の1個分をここに置くのか上に置くのか、こんなの気にするぐらい小スペースでやってる感じです。もしファイトクラブで詳しい人いたら、あの 10-4MJ を基準にして無料で打つと、まず打つと、あれしたいこれしたいは有料でいいんで、まず無料で打てる環境があるのか、私が検索するとなさそうですね。一応貼った。ちょっとこんな終盤に自分の3枚使いの背筋の嫌なんで、6と8の間でも切って、テンパイと。まあ、そんなファイトクラブで思ったことを、で自分でネットでホームページ見たことで思ったことをちょっと話してみました。もし詳しい人いたら、こう見てくれる人がファイトクラブの知識をこう共有できるかもしれないので、なんかコメントでももらえれば嬉しいです。どうもありがとうございました。つも。